千葉さなこ明治29年10月15日は、江戸時代末期から明治にかけての女性。北進一東流お化千葉道上主、千葉貞吉の次女。北進一東流小立免教会伝、薙刀師範。学習委員女支部社官。漢字表記では、坂本龍馬に与えた薙刀目録に、助名と記述され、柴良太郎の小説で、その表記を用いたため。 この名称が一般化しているが、千葉家の遺廃には、さなと記されている。署名を乙女。天保九年、北進一刀流を家長千葉道上主、千葉貞吉の次女として誕生。兄に千葉重太郎がいる。北進一刀流の剣術を学び、特に小立ちに優れ、十代の頃に、開電の腕前に達したという。また、美貌で知られ、千葉の鬼小町。 小地箱町と呼ばれたという。宇和島藩八代藩主、伊達宗成が残した記録をまとめた、広本愛山後期には、安政三年に十九歳だった、佐奈が、伊達家の姫君の剣術師範として、伊達屋敷に通っていたこと、後に九代藩主となる、伊達宗成と立ち会って勝ったことが記されている。左那覇、養殖も、両五天中、第一二手という宗成の感想も残っている。 後に、坂本龍馬と知り合い、佐奈子の回想によると、安政五年頃に婚約したという。龍馬は姉、乙女宛の手紙で、今年二十六歳で、馬によく乗り、剣もよほど強く、薙刀なたもできて、力は、波の男よりも強く、顔は平井よりも少し良いと評している。父、佐吉は結婚のために、坂本家の門付けを仕立てたが、龍馬の帰国後は、疎遠になった。 後に龍馬の死を知らされるとこの片袖を片身とした。求人後維新後は学習委員女子部に社官として、奉職した後、戦術で家電の給を制御として過ごし、明治29年に59歳でこの地で死去した。なお、龍馬の死後も彼を思い、一生を独身で過ごしたと伝えられるが、元鳥取藩士、山口菊次郎と明治7年に結婚したとする。 明治の新聞記事が2010年に発見された。記事では、山口菊次郎とは数年で離縁、その後は独身で過ごしたとされている。宮川定一京都国立博物館考古室長は、事実だとすれば、衝撃的な発見と述べている。また、芝良太郎の気候文集、街道を行くやわでは、懸命の死後、豊治は、佐奈子を、甲府の小田切家に引き取り、 余生を遅らせたと、彼女が晩年を、甲府で暮らしたとする記述がある。甲府式吉雲寺にある、千葉さなこ墓所山梨県の自由民権運動、小田切県明とは、生前から交友があったと考えられており、さなこは、東京や中で予想されたが、身寄りがなく、無縁物になるところ、県名の妻、豊治が哀れみ、小田切家の墓地のある、 山梨県甲府市朝日五丁目の日蓮宗明清山、清志雲寺に墓碑が混流されたという。墓石には、坂本龍馬室と掘られている。戦後になってからは、東京都立矢柱霊園の無縁塚へ合葬されていたが、2016年8月、没後120年を機に、佐奈の妹であった浜野子孫が改装を行い、千葉県の練馬区にある、 忍術院にて、明日の10月15日に法要を営むこと。坂本龍馬との恋については、龍馬に関する最初の電気小説である、坂崎知蘭、完結千里とごまに書かれている。龍馬の言い名付けとしての佐奈子は、実家の坂本家から、ある程度認識されていたように思われる。龍馬が実家に当てた書簡には、佐奈子に対する好意にあふれた表現が使われている。 龍馬の妻となったお龍による、佐子表が悪意に満ちていることからも、龍馬と佐子との関係は深かったと推定される。柴龍太郎の小説などによると、佐子が龍馬に思いを告げたとき、龍馬は自分の紋付けの片袖を破り、片身として渡したと描かれている。佐子が片身としていた、この紋付けの袖についても小説があり、龍馬が千葉家に、 婚約の証として渡したとする説もあるが、実は、門付は龍馬に渡すべく、千葉家の方から準備したものであり、佐奈子がそれを龍馬の形見としていたとする説もある。2010年、佐奈子を描いたと見られる西絵が、宮川定一によって発見されたと、歴史特本に掲載され、朝日新聞でも2月に報じられたが、後に、西絵は、千葉修作の孫の千葉邸であることが判明した。 小説漫画テレビドラマテレビアニメテレビ番組舞台楽曲ありがとうございます。